なるほど。それじゃ。それで。了解だ。行きます。さあ始めよう。いざ尋常に参る。トン、任せて。任せてください。君と一緒ならきっと勝てる。それでは始めましょう。さあ行くよ。どんな敵だろうとお前となら勝てます。任せろ。
魔獣の目撃情報があったのはこの辺りのはずだけど。見当たりませんね。そもそも人里に近い場所で魔獣が目撃されること自体滅多にないことなんじゃないか。うん、僕もキリトとの旅に出るまで直接目にしたことはなかったよ。基本的に魔獣は聖豪騎士が倒すものですからね。実際に遭遇したことのある民は少ないはずです。とはいえここにいないということは魔獣が移動した可能性があります。そうだな、もう少し広い範囲を探してみよう。これは一体花なのかな。なんだか嫌な感じがする。ああ、もっと近くで調べてみるか。よし！
見てください。空間神聖力を吸収してる。この花はリソース吸収能力を持っているぞ。リソース吸収能力？ああ、周囲の空間神聖力を吸収する。ギガスシダが持っていたのと同じ性質だ。それとわずかにアドミニストレーターの真意を感じる。最高司祭様の。その上でこの花がギガスシダーと同じ性質を持っているのならば、カセドラルシダーを生み出した者がこの花を作ったとは考えられませんか。なあ、俺も同意見だ。この花もアドミニストレーターと関わりがあるかもしれない。もしかしたらさっきの魔獣も。他にも魔獣がいるかもしれませんし、もう少し調べてみませんか。ああ、あの花についても何かわかるかもしれないしな。それじゃあキリト、まずはどこに向かう。調べるとは言っても南帝国は広いし、闇雲に探しても意味ないよ。そうだな。まあ一度ここを離れて別の場所を調べてみるか。それなら養蜂場へ向かった道の途中にある東側へ通じる橋を目指そうよ。橋を渡った先には洞窟があるらしいし、到着したらその辺りを探してみることにしようか。よし、じゃあ目的地は橋の先にある東の洞窟だな。そこを目指して魔獣や花に関する情報を集めよう。ところで